あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。あゆぼわんぺこ、今日はですね、足利市大月町にあるシナモンガーデンさんにやってきました。私、恥ずかしながら足利市民ですが、全然知らなかったお店です。こちらのお店なんですが、足利タウンの裏手の道にあるお店です。そして外観すごいおしゃれですね。緑がたくさんで、こんなに大きい土地なんですけど全然わかりませんでした。ウッド調のテーブルがとても綺麗です。店内はテーブル席かなり広いです。そしてスリランカのお土産なども売っています。その他にカウンター席があり、広々していて現地の音楽が流れています。外には喫煙席があり、テラスも設けられています。卓上はシンプルです。メニューです。まずはランチプレート、ディナープレートがあり、エッグ系の料理、日本語書きなので分かりやすいと思います。店員さんがとても親切な方なので、分からない料理は店員さんに聞くと教えてくれます。こんな感じで麺類からライス系、もちろんカレーもありますね。どれにしよっかな。ロール系もあり、デザートもあります。お酒はスリランカのビールなどがあって、とてもいいですね。こちら金土限定のメニューです。インスタグラムぜひフォローよろしくお願いします。こちらからメニューが見れるそうです。スリランカビールが登場。チキンビリヤニ1300円、ドロロロロ。こちらは金曜日土曜日限定のメニューです。ワンプレートなんですが、周りにパクチーやらあって、とっても色鮮やかなワンプレートになっています。上の紫玉ねぎもとってもいいですね。上にはチキンが乗っています。うまげ。お米は現地のお米ですね。水分が少ないお米なのであっさりいけますよ。それではいただきますからのナマステ。お米は日本のお米と違ってもっちりしてないので、かなりぐいぐい食べられちゃいますね。ワンプレートで量も多いです。そしてこちらのチキン、大きいのがドーンと乗ってますね。その上にはパクチーが乗って、このライスです。チキンはフォークでほどけるほどのホロホロのチキンです。これ美味しいんですよね。うん、ほんのりカレー味って感じですかね。肉の中まで染みててめちゃくちゃ美味しいです。これでね、この現地のお米美味しいんですよ。グッ、ナマステ。そしてこちらの卵は周りが揚げてあるような感じの卵ですね。普通のゆで卵を周り一手間加えるだけで香りが豊かになって、とても美味しいです。海外の料理が苦手な方でも全然食べられちゃうと思います。うまい。チョップスイライス1600円、ドロロロ。私はこちらです。絵にあったんですよね。でシーフードがいっぱい写真にあったので、店員さんに聞いたら、日本の八宝菜みたいな感じですよと言われ、今回は私こちらにしてみました。カレーと悩んだんですけどね、カレーはベタだなと思って、ちょっとこっちの変わり種行ってみました。うまげ。現地のお米の上にキャベツとか野菜がたくさん入ったあんかけみたいのがかかってるような感じですね。具材はチンゲン菜、人参、卵、エビやアサリのシーフード。ナマステ、いただきます。うまい、うまい。味は塩味っぽい感じかな。本当に店員さんが言った通り八宝菜ですね。味はスリランカにもこんな中華料理みたいなのあるんですね。めちゃくちゃ美味しいですよ。日本人の口にもかなり合います。そして目玉焼き、周りはカリカリな感じで、黄身はちょっとレアって感じですね。このね、卵の炊き、
美味しいんですよね。こちらのシナモンガーデンさんなんですが、日曜日はビュッフェをやってるそうです。11時から15時までです。日曜日のビュッフェは日本人のお客さんがとても多いらしく、かなり人気みたいですよ。今回は土曜日の夜だったんでなかったんですけど、そちらのビュッフェも気になりますね。そして卵と一緒にうまい、この卵の滝に溺れたい。ツーショットいただきました。スチューティー、チキンビリヤニごちそうさまでした。チョップスイライスごちそうさまでした。それでは振り返りです。海外の料理が苦手な方でも食べられる。店内はおしゃれで綺麗で、店員さん神対応。料理は見た目味付けともに文句なし。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。